皆さんこんにちは、ブルーマ3分の1のケンティです。今ね、目覚ましになって、モーニングルーティーンということでやっていくんですけど、起きたの昼なんでね、ぶっちゃけ言うとイブニングルーティーンという形になっていくと思います。とんでもなく眠たそうな顔してますね。これはもう眠くて目をつむってるのか、もう日光で眩しいのかどっちかわかんないですね。とりあえずね、私朝のルーティン絶対決まってやることがあります。そうです、横のねパルティア様、女神パルティア様に二礼して朝がスタートします。自分のモーニングルーティンなんてね、見ても誰得だよっていう感じのルーティンなんですけど、温かい目で見ていただけたらと思います。とりあえずね、朝の一服ですね。この吸ってる時のね、顔がすごい、自分でも腹立ちますよね。この透かした顔ね、つかどこ見てんだって感じですよね。何やってんだ今、頭振って。とりあえずね、誰とかわかりませんが、見てください。行きましょう。まず部屋から出てきて、歯を磨きに行きますね。眠そうな顔ですね。自分が使ってる歯磨き粉は修也から教えてもらったんですけど、このプレミオっていうやつ使ってます。なんやその顔。自分歯並びが悪いんでね、入念に磨かないとちょっと虫歯になりやすいんで、入念にねいつも磨いてます。この日は歯科矯正のカウンセリングもあったんで、特に念入りに磨きましたね。この寝癖だらけの頭のままでね、歯磨いたわけですけど、この日ねとりあえずもう朝シャワー浴びる時間なくて寝坊しちゃって、なんでこのままね歯磨いて着替えていく形になってますね。で、普通のうがいが終わった後に、リステリンですね、マウスウォッシュで口の中さっぱりさせて、終わりです。こちらもね、入念にいつも長めの時間で口の中でゆすいでますね。てな感じで歯磨きは終わりです。では、次に移りたいと思います。自分ポケモンが好きでずっと今やってて、この前ねちょっと売ったソードをもう一回ちょっと買い直してやってたんですけど、今バッチ3個時点での手持ちが今みたいな感じですね。で、これから4つ目のバッチのね町に、移動するところです。で、向かってる道中ね、ちょっと一人トレーナーとバトルになったんで、そちらのバトルちょっとお送りしたいと思います。この世代ぐらいからかね、相手トレーナーのグラフィックもすごい良くなりましたよね。ピッピを瞬殺しまして、次のピクシーも瞬殺しまして、金巻き上げて終わりです。で、勝利の舞を決め込んで決めポーズをしたところでですね、まさかの野生のポケモンから高速アプローチが来ましたね。デスマスですねこれは。なんでね、とりあえず速攻で逃げました。続いて着替えです。このお気に入りのズボンなんですけど、で、これがエッセンシャルズのパーカーで、ガリスアディクションというところのアウターですね。今日の持ち物がこんな感じ。玄関に降りたらね、うち5人家族なんですけど、何人住んでるんですかっていうぐらい靴が出てたんで、ちょっとこれね、このままだと母親に怒られそうですね。
まずこれが俺ので、これも俺ので、これも俺のです。とりあえずバレないうちに、速攻で片付けております。せえな片付け、さっさとせえよ、もう地下矯正遅れるって。で片付けが終わったので、靴を履いてですね出かけます。ちなみに今日履いた靴は黒のフィラのハイカットのやつですね。あれもちょっと結構前から欲しくてやっと買えたんで、今ちょっとお気に入りでよく履いてる靴になります。なんか NBA の選手とねコラボしたやつらしいんで、なんかとりあえずかっこいいですね。でこれが僕が趣味でやってる植物ですね。一応まあエケベリアっていう種類のやつと、あとユーフォルビアが数種類と、アガベっていう多肉の植物ですね。下にあるのが結構まあ結構な大きさまで育ったやつですね。この真ん中にある雷神っていうのが結構一番大きくなってますかね。まあ、他のやつもね、まあ成長遅いんですけど育てていけば大きくなるので楽しみに見送ってきます。それでこれが僕の愛車ですね。まあ若気の至りでヘルメットにこの貼ったステッカーがねすごい痛々しく見えますね。ちょっといずれ剥がしたいと思います。結構僕バイクはコロコロ買い替えることが多かったんですけど、まあこれは荷物も入って便利なんで結構一番長く乗ってますかね。もう2年ちょっとになりますかね。でこれが始動時の音ですね。かっこいいですね。まあそんな感じでちょっと僕のモーニングルーティーンは終わりなんですけど、まあどうだったでしょうか。まあだいたいね休みの日はこんな感じで動いてますね。ちょっとカメラチェックもしながらね今乗る準備してますね。皆さんってモーニングルーティーンってどんな感じですかね。なんかきっとおしゃれな人とかはなんかね朝ごはんとか食べるんでしょうけど、僕はそういうのもやらずにねただ淡々と準備をしてただ寝ていく、つまんないモーニングルーティンでした。なんでね、まあ、次の動画もお楽しみにください。